はい、ともきです。今回はですね、野良で導きの地をね、やっていく方法、特に募集する側ですね、に関してね、ちょっと解説というかね、軽く説明しようかなと思います。というのもですね、自分でね、募集する場合は別に問題ないんですけど、自分が参加しようかなと思って、例えばね、クエストボードを見たときに、まず導きの地ですよね。で、参加する。で、救難信号ですね。で、ここの条件は別に何でもいいかなと思うんで、まあ、このまま検索して、こう出るじゃないですか。って言った時に、まあ、こうね、探索目的と、あと目標モンスターをね、ちゃんと設定してないで、募集している人結構多いんですよね。この画面では、対象モンスターが、歴戦なのかっていうのがわからないんですよね。特に例えば、ラージャンとかだと、火山のレベルが7で目標モンスターにね、ラージャンで設定してる場合じゃないと、歴戦ラージャンと戦えないので、まあそういう意味でもね、まあ募集する側の人はしっかり探索目的と目標モンスターは、設定した方がいいんじゃないかなと、私は思っています。もちろんね、その探索目的とか設定しないでね、こういろんなモンスター借りたいって人はいいと思うんですけど、まあそうじゃない場合ってのは、まあ、そこはね、結構大事なのかなと思います。はい、ということでね、今回は主に募集する側の視点で、ちょっとね、解説しようかなと思います。で、とりあえずね、装備とかに関しては何でもいいと思うんですけど、素材集めをするのであれば、やっぱり睡眠武器を持っていって、できるだけ吹っ飛ばしをやっていくと。まあ、それが大事かなってところと、あと募集する側であればですね、他の人をね、募集する前に腹痛を発動する時間もあるので、まあ、スキルにね、まあ、腹痛を入れておいたり、あと、腹痛を発動させる用の装備。で今だとね、ムフェト防具とヘビー防具を使うと、腹痛はすぐに発動できるので、まあ、今回はそこら辺もね、合わせてやっていこうかなと思います。あと、腹痛を発動させたい場合はですね、お供の装備は回復以外のやつを選んでおきましょう。とりあえずね、腹痛を発動させるので、腹痛用の装備を用意しますと。で、ヘビー防丸と、あと、ムフェト防具一式ですね。でヘビーボーガンは、ボーガンのカスタマイズで、機関榴弾改造ってやつを入れておく必要があります。で、あとはアイルですね。で、アイルの装備に関しては、この装備をですね、回復以外のやつにしておく必要があります。まあ、死んだ時にね、回復しちゃうんで。はい、ということでね、早速やっていこうと思いますが、まあ、食事とかはいらないので、一旦ね、まずはマップを確認して、今の導きの地のモンスターを確認します。で、見ると、オドガロンとイベルカーナですね。で、イベルカーナに関しては、おそらくね、歴戦だと思うので、あれなんですが、ただ実際に現地に行ってみないと分かんなかったりする場合もあるので、とりあえず導きの地にまずは行きます。まあ、初期キャンプでいいかな。で、ここでね、探索目的と、目標モンスター、設定できるんですが、特にね、この探索目的って、複数の場所に湧くモンスターだと、実際に導きの地に行ってみないと分かんなかったりするので、まあ、一旦ね、導きの地に行ってから設定するのもいいかなと思います。なのでね、一旦、まずは、導きの地に向かいます。でね、画面下、左下を見るとね、紫色の模様がついている通り、歴戦ですね、両方。で、マップを開くとね、ここに、どのエリアで、湧いてますかっていうのがわかるんで、これは丘サンゴですね、両方とも。なので、今回は丘サンゴのイベルカーナになりますね。で、それを設定するには、受付嬢に話しかけて、目標設定変更ですね。ここで決めることができます。で、まあね、なんかレベル上げと一緒にやってる場合っていうのは、大体この環境調査ってやったら選べばいいかなと思うんですけど、もう、そのレベルは固定してるよって場合は、こっちを使った方が分かりやすいかなってところですね。固定調査って。で、こっちをイベルカーナにすると。で、これでね、募集かけた時に、まあ、丘サンゴでイベルカーナやるんだなってのが分かるので、まあ、募集文を見てね、あとその、地帯レベルも一緒に表示されるので、丘サンゴのレベル見て、あ、レベル7だと。じゃあ、イベルカーナの歴戦と戦えるっていうのが分かりやすかったりするんで、まあ設定してあげた方が参加する側としてはね、入りやすいかなってところですね。で、もしね、おびき出しを使う場合も、まあこの段階で、おびき出して、目標の設定を設定してからですね、他のことをやっていくと。で、準備が整ったら、
腹痛を発動させる場合は、ここでヘビーを出して、丸ボタンを押すとね、まあ、このなんか機関なんちゃらに変えれるんで、これで R に押すと、防具の効果でね、こう簡単に力尽きると。これで1回目ですね。で、腹痛は2回乗らせれるので、2回やる。で、これで腹痛が2回分乗ってますね。防御力すごい。で、装備変更ですね。で、ちゃんとね、腹痛がついてる装備を選んでください。よし。はい。で、確認するとね、防御力も攻撃力も、腹痛が乗ってるステータスになってます。で、この状態にできたら、とりあえず救難かな？救難信号を出して、ここで余裕を持ってね、救難信号を出せますので、この後にね、食事します。で、待ってでもね、しょうがないんで、もう一人でやりに行きます。まあ、導きの地は、死んでもそんな影響ないんで、まあ、他の人をね、待つ必要ないかなと。よし、じゃあやっていきましょう。飛ばし。レベルカーノは基本的に頭狙うのか。当たらない。なんか来たし、こういう場合は、燃やし玉を。激しい。走ってくれ。で、落とし物はですね、早めに拾っとかないと消えちゃうので、まあ、落としたなって思ったら早めにね、拾っときましょう。いけたね。2回目。で、討伐完了。落とし物を全部拾っていく。
で終わりなんで、まあ、帰還すればいいですね。はい、ということで、まあ、基本的なね、やり方については、まあ、こんな感じですかね。私はね、1回ごとに探索終わって戻っているんですけど、一応ね、呼び出す場合はね、連続してやることも一応可能だと思うんで、終わった後にキャンプに戻って呼び出せば、まあ、続けてね、やりたい人は何回もやってくれるって感じですかね。まあ、1回ごとの方がキリがいいので、まあ、ノラの場合は基本的には1回ずつやった方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、そこは好みですね。まあ、参加する場合に、経過時間があんまり経ってるやつって、なんか入ってもすぐ終わっちゃうってことがあったりするんで、まあそういう点でもね、一回ごとに区切ってやる方が、まあやりやすいのかなって感じですかね。あと戦ってる場所とかね、自分が狙われている時っていうのは、落とし物がね、まあ拾いにくい時あるんですけど、まあ適宜拾っていかないと消えちゃったりするんで、まあそこだけはね、注意しつつやった方が取りこぼしがなくていいかなってとこですかね。はい、ということで今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter リンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。